これでですね、次の曲はちょっとまた物悲しい曲となっております。盛り上がる曲多いね、哀愁系が多いんです。ゆえ歌ってありのままありのままにやっております。かなり無茶振りはしないで大丈夫、曲はしっかりやります。はい、次の曲いきたいと思います。In the Twilight。Thank you.
切ない感じしますね。哀愁がどうも大好きなんでこういう曲ばっかり出てしまいます。